新谷陣屋、林宝閣、新谷藩は、大須藩の師藩である。藩長として、新谷に、新谷陣屋が置かれた。元那九年、大須藩二代藩主、加藤安置の弟、直弘が幕府より一万国分地の内諾を得て、成立した。内奮の後、官営十六年に、藩内分地ということで決着し、官営十九年に、 ジニアが新谷に完成した。藩内文地は本来は、売身の扱いであるが、新谷藩は、幕府より大名と認められた、全国唯一の例である。寛永9年、中江当時は当藩に認知がえとなったが、母への公用を理由に、故郷の大見国へ脱藩した。江戸時代後期になると、肘川の反乱による水害や火災に見舞われ、犯罪性は、 困窮を極め、一時は、大祖藩が藩政を執行した。明治諸島での実高は9693国と、表高の1万国を割り込んでいた。明治4年7月14日、廃藩地県により、旧新谷藩領を管下とする新谷県が設置された。同年11月15日、第一次府県統合。 いわゆる三府七十二県制の実施により、新谷県は廃止され、新たな宇和島県に編入された。その後、上山県を経て、愛媛県に編入された。明治十七年、新谷加藤家は、死者区となり、家族に列した。なお、陣屋は、林法閣として現存し、愛媛県指定文化財となっている。陣屋については明治になり、 敷地がいくつかに売却されたため、民家に金蔵が現存している。戸様一万国、直弘太鼓大岸、靖弘安広康氏学部体験靖氏とも大理大礼。ありがとうございます。